よろしくお願いします。自治体さんの方からですね、こういったことを取材してほしいというのをいただきましたので取らせていただいております。市にございます臨済宗妙心寺派の禅寺でございます。大安禅寺の副住職を務めております高橋玄峰と申します。福井県、障害学習文化財課の今出といいます。文化財の建造物を担当しております。よろしくお願いします。福井県今、令和の大修理と言われます、大きな、文化財の修理が、こちらの福井市の大安禅寺さんと、敦賀の西福寺さんの2か所で、行っているところです。ただ、たくさんの方に応援していただきたいんですけれども、まだまだ、知られていないということで、ぜひこの数百年に一度という、修理の機会を、多くの方に知ってほしいということで、2つのお寺の大修理の情報を発信する、地域おこし協力隊の募集を、始めました。文化財の、復興のためというところで、こういった形での地域おこし協力隊というのはよくある話なんでしょうか。全国初かなというふうに思っています。はい、また特に県の方で募集するっていうのは、なかなかないんではないかなと思っています。ちょっと早めに聞いてしまうんですけれども、その募集の期限というのはいつまで。6月の30日までになっています。下のところにリンク載せております。はい、ぜひご覧いただければと思っておりますが、ここからはですね、せっかくですのでお寺さんのことをいろいろとお伺いしていこう。最初に歴史のところからお伺いをしていきたいと思いますが、うちのお寺はですね、今から約360年前、江戸初期になるんですけれども、1658年にこの普請が始まりまして、1660年には、今の本堂と庫が出来上がって、そこから順番に各お堂が出来始めるんですね。ですので創建としましては1660年。でまずうちのお寺が建てられたゆえんが、福井藩松平家の4代目藩主の松平光道公というお殿様がおられたんですが、わかりやすく言うと、親藩ですので、徳川家、家康のひ孫にあたりますね。福井藩の松平家の永代菩提所として建立されたのが始まりなんです。なので、江戸時代は庇護を受けておりましたから、お寺の維持管理ということはなしていけたんですけれども、やはり明治に入りまして、衰退する一方で、取り壊しになったお堂もいくつかございます。また戦火や、また地震ですね、福井震災、今年75周年になりますけれども、そういった災害というもので、福井市内の文化財の建物っていうのはもうほぼ消失してしまってるんです。そういう中で唯一大安禅寺というのは、福井市の中でこの建造物の重要文化財としてはうちしかないんですよ。もうその時点でうちが福井県、福井市のもう美術館でもありますし、博物館でもありますし、資料館でもあると。ですので、そういった部分でうちのお寺を、観光というツールもそうですけれども、そういったいろんな広く人に来ていただくっていうことを活動しているのが、うちの一番のやっぱり。何回かその修繕というのはされてきたかなと思うんですけれども、大体どのぐらいのスパンでその修繕というのはされているものなんでしょうか。これがですね、本当に情けないことにって言ったら申し訳ないんですけれども、やはりその庇護を受けている間は良かったんですが、お殿様寺というのは全国的にもそうですけれども、お檀家様が基本ないので、結局その修復修繕をする費用が集まらないんですね。ですので、お殿様寺、だいたい菩提寺菩提所っていうのは、結構こう保持していくことが難しいお寺が多いんですね。伽藍は大きいのに信者さんがいないと。で、そういった中で、お坊さんたちが一生懸命どうにかこうにかこう維持管理していくわけですけれども、うちのお寺も同じように、明治、大正、昭和、平成と、まず平成はうちの父親の代ですけれども、それ以前も少しずつ部門部分の修理はできていたんですが、抜本的、根本的にですね、もう土台から工事をするということに関しては、今回360年の中で初めてなんです。父親住職の代の時に、
結局まあ修繕していきたいんですけれども、まあその修繕費を集めるために観光をしてみたり、いろんなこう門戸を開いてお寺の活用ということを続けてきてはいるんですけれども、まあ根本的なその抜本的な修繕となるとやっぱり何十億ってかかってしまうと、うん、なのでうちの父親はまずやっぱりこの由緒あるお寺を重要文化財にしよう、まあ、そこからが始まりだったんですよ。で市県の指定を受けて国の文化財として平成20年に指定を受けて、そこがある意味次私の代からの転換期になっていくんですけれども、まあ、言ってみたら長年構想して今に行き着いているというような形です。そういった今ちょっと観光という話もございましたけれども、実際観光の方がいらっしゃった時によく見ていかれるものというとどういったものを、ね、よく見られるんでしょうか。そうですね、やはりうちのお寺は禅宗のお寺ですので、禅宗としての座禅であったり、まあ、写経であったり、お客様の見ていただく、体験していただくコンテンツになるんですけれど、やはりあと目で見て楽しむものということで、季節折々のこの花々、こういうものも大事にしておりまして、うちの父親はやっぱ花菖蒲を一番最初にメインに据え置いて、花菖蒲のお寺というこういったですね、イメージ付けを始めたのがやっぱり一番大きいですかね。今転換期で花菖蒲園からちょっと回遊庭園にして、そこをまた樹木葬にしたりしてですね、まあ、いろんな人がまた違った意味でうちのお寺に心の拠り所として使ってもらえるような、一番いい形といいますか、そのもともと有名だった花があってそこで樹木葬されるみたいなところは親和性もありますし、まあ、今結構ニーズもあって伸びてきてるところ、はい、うちのお寺はまず元よりこの法話が有名なお寺でございまして、団体様のお客様が、まあ、年間5万人ぐらいがこの法話を目当てに聞きに来てくださっていた。それが住職の始めたこの観光コンテンツだったんですね。で、まあ、それを私引き受けまして、そのままずっと法話のお寺としてやってきたんですが、なかなかやはりコロナ禍の中で、そういった人の前でお話しする、また団体旅行っていうものが、どんどんこう下火になってしまい、まあ仕方ないですね。できないのわけであります。で、そこで来年、福井もこの北陸新幹線が敦賀まで開業するということで、今までバスで来られていたの次は、やはり個人のお客様に対応できるような、この心の拠り所となる、コンテンツを売っていかなきゃいけない。ということで、うちではですね、月替わりの御朱印であったり、あとですね、写経体験ですね。やはり一人二人五人でもいつでもこう、うちのお寺を楽しめるというような形にしてからは、今団体様も戻ってきましたけど、個人と団体さん、こう、両輪で楽しんでいただけるような形にしております。まあそういったところで、発信はしているんですけれども、まあコロナ禍中でなかなかそれができなかったもの、今ようやく収束に向かっていく中で、さあやるぞって、今皆さん福井県さん福井市さんと一緒にやるんですけれども、なかなかそういったところで人手がやはり足りなくて、そこの専門でやはり一人いていただいた方がより広報にも、または見ていただく方々にも届いていくところがですね、範囲が広がっていくかなと。でそういったところをちょっと考慮していただいて、今回福井県さんが、うん、この、地域お越し協力隊、はい、を募集してくださったんです。この、なんて言うんでしょうか。西福寺さんと大安全寺を通じて、福井を愛していくような、まあそういう活動内容に私たちもぜひしていきたいなと思っております。かしこまりました。そうですね。ぜひ、西福寺さんの方もですね、ご確認をいただきながらというところで。大安禅寺さんにしても、先ほどのお話で360年に一度ということで、でまた、敦賀の西福寺さんにしても、まあ、200年余りにして、初めての本当に大規模な改修となるので、まあ歴史的な瞬間が、まあ、2つも重なっているということで、まあ、福井県今とても面白い状況にあるのかなと思います。
で、まあ、地域おこし協力隊でいきますと、まあ、本当にお寺さんと、まあ、県の方と、まあ、さらに関係の皆様と進めていってということになるんですけれども、まあ、こういったすごく面白い方もいらっしゃいますのでぜひ一緒に活動してくださる方を募集しています。そちらも皆様ご覧いただきつつ、せっかくなのでですね、大安禅師さん福井県にお越しの際にはぜひ寄っていただければと思っております。また本チャンネルではですね、こういった形で、お寺さん神社さんの紹介をさせていただいておりますので、今日初めて見たよという方はぜひ、チャンネル登録いただければと思いますし、また応援のコメントとかですね、コメントはもう本当にいくつあってもありがたいというところがございますので、ぜひコメントいただければと思っております。それでは、本日は、高橋さん、それから今出さん、ありがとうございました。お時間いただきありがとうございました。じゃあ見ていただいた皆さんどうもありがとうございました。失礼いたします。